こんにちは。5月の19日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは。ゆきこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆきこです。今日も、電話にて失礼いたします。お元気なの？はい、おかげさまでお元気ですけど、なんでですか、元気じゃない感じ。いや、天気悪いからさね、なんかちょっとジメジメしてきましたけど、負けないように頑張りたいと思います。いい元気だね。てるてる坊主いるから大丈夫。どこに？ここに？え、どこだろう、どこどこ、うぜえ。はい、というところで横浜銀バイフォーティーズの翔さん、こんにちは。どうもこんにちは、横浜銀バイフォーティーズ歌とギターの翔です。いや、雨ですね。俺来るとき降ってなかったんですけどね。っていうか大ちゃんがここに着くと雨が降るんですよ、はい、ね、はい、で、まあ、西日本がね、なんか3週間ぐらい早い梅雨ですね、梅雨入りしたそうで、戸塚も梅雨入りしたのかな、ね、もうこれ完全にね、まあ、うちのですね、我が家のアジサイもですね、今年はね、すっげえでかく育っちゃって、いつものね、1.7 倍ぐらいね、でかくなんです。もう5月入ったぐらいから少し大きくなってきて、庭師松沼さんね、スポンサーで聞いてたらですね、あれすごくでかくなって、つまんだ方がいいのかな。ダメでしょ。だって目つんじゃうから、これが咲くんですから。だけどさ、どんどんでかくなっていくんだよ。いや、成長に。どっかでこうね、栄養のバランスとか、このまんまいったらね、どんだけでかくなっちゃうんだろうってぐらいね、アジサイ。フェイスブックの、はい、俺たちの大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうのページあるじゃないですか、はいはい、そこに俺ね、送りますからね、ちょっと皆さん見てください、うちのでかいアジサイ。でかいはいいじゃないですか、若々しくて。いやー、でもなんか、やっぱ気持ちがちょっとね、塞ぎ込みますよね、うん、雨が降るとね。でも、あれ、松沼さんがこの前言ってました、うん、今年はもう全部の 木々が1ヶ月早く動いてるって言ってましたよ、うん、伸びてるって言ってました。すごいよ、なんかこれでもかっていうぐらい成長しちゃって。だから今年の夏は大変だろうから、うん、本当に早め早めの手入れを今のうちからした方がいいから、ガーデンエクスプレスさんに連絡してくださいって言ってましたね。そうか、松沼はちょっと見に来い、うちのアジサイな、うん、近くね。あの、直球はやめてください。あ、そうですね、そうですね、ラジオを使ってね、ガーデンエクスプレスさんに電話していただいて、ね。まあ、でもこんな日は、ね、雨といえば何ですか、三好英治、はいはい、雨に濡れながらゆき、はい、八丈島、八丈島のリックさんから、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の八丈島雨。なんだよ。今日 も現場作業でまともに危険。え、八丈島も雨だって。雨でやってますよ。雨に濡れ。はい、次次。今日も現場作業でまともに聞けませんので、先週に引き継ぎメールだけで失礼します、うん、今年は長梅雨になりそうですね、嫌ですね、うん、あれもこれも負けずに頑張りましょう、ではでは簡単ですがこれにて失礼します、アーカイブ楽しませていただきますって、リックさん。いや、なんかその短い文章でもちゃんとこの時間に送ってくれるってのは嬉しいね。嬉しいですね。カッサンの花が咲くあ、これいい歌だなね、傘の花が咲く土曜の昼下がりってとてもよくない？はいはいはい、ね、みんながそう傘をさ、こうパンパンとね、開けていくわけですよ、はい、ま、このジメジメした雨の中でもそういう情景を見てですね、歌にするっていいのかな、うん、いいしね、もう常にね、喜怒哀楽はちゃんと持ってていいんですよ、心も、ね、まあ、若干たまにやらないといけなくてね、雨に、はい、次行きましょう、はい、はい、札幌の子さんです。お、の子さん、いろいろとあり、めちゃくちゃ落ち込んでいますって。おっ、やっぱし落ち込んでってるんですね。その時はね、横浜銀杯、横浜銀杯、横浜銀杯って3回言うとね、あの、いい方に向かうからね、はいはいはい、おまじない。心配してメッセージを送ってくださった大好きな翔子ちゃんをはじめ、全国のまだ実際にお会いできていない銀友の皆さん、どうもありがとうございます。年末まで 40s の応援しっかりがっつりさせていただきます。みんなありがとう。必ずどっかで会場で会いましょうって、札幌の子さん。やっぱしね、あるんですよね、落ち込む時も。あ、それはね、人生 ね、いい時もあれば悪い時もある。ただしね、うん、どんな時でもやっぱ人生は上り坂ですから皆さん。そう、ね、あの、上るしかないんですから人生は。その通り。ね、だから、あの、落ちてきたなと思うのは落ちてるんじゃなくて、ただ平坦な道をただ行ってると思ってください。うん、ね、それと心がね、あの、健やかになりますから。もう時間はずっと勝手にね、動いていっちゃいますからね。そう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 。気分だけでも入ってるんだよね。そうですね。秋ぽよさん。
あきぽよちゃん、こんにちは。こんにちは。青森からいつも楽しく拝聴しております。おー遠いね、電波遠いね、青森いいね、いいですね、うん、横浜銀杯デビュー当初以来、うん、ずっとファンです、うん、ありがとう。青森初ライブの時は、うん、学校早退して参戦しました、うん、よくあったね昔はね、先生にね、補導されちゃったりとかね。青森あたりじゃなおさらでしょうね。どうなんでしょうね、だって昭和の時ですよ。だってまあ、昭和はいい時代じゃないですか。だからなおさら厳しかったっていう。早退してね、うん、来てくれたのライブね。そういいね。張さんは、うん、横浜の海は汚いけど青森の 海は綺麗だなって言ってくれたことを今でも鮮明に覚えてます。嬉しかったけどな。そうだね、いいんですよ。また日本海側もいいですしね。海のあれが違う、質が違うんだろうな。やっぱね東北行ったりだとかねするとやっぱあれですよ、いいですよ。私事ですが、うんうん、実は明日誕生日でして、ほうほう、翔くんにお願いがあります、はい、いつかまた青森にライブに来てください。ずっと待ってます、お願いします、ずっと応援しますよ。行くぜ行くぜ。うちの息子とうちのおふくろも明日誕生日。本当、うん、うっそ、みんな誕生日なんだね。5月ですか。今月はジョニーちゃんの誕生日月ですけど、はい、大ちゃんのお母さん、そう息子、そしてでこれはあきぽよさん、あきぽよさん、これちょっと曲をかけた方がいいよね。いいっすね。ね、みんなのためにね。大貞治も明日らしいっすよ。大貞治も。そう。ワンちゃん、ワンちゃんも。そうですか。え、五月のってことは20日ってことね。はい。520。520。ね、520ですか。五月の人は何座ですかねこれ。俺ね自分のしか分かんない。双子座と乙女座しか分かんないね。ね、6月と9月。じゃあちょっとリクエストいっちゃいますかね。そうですね。じゃあ5月生まれの人皆さんに番組から、ハッピーバースデーのプレゼントをしたいと思います。横浜銀杯さんでハッピーバースデー。5月生まれの誕生日の人、皆さんおめでとうございます。横浜銀杯から皆さんへのプレゼント、ハッピーバースデーを聞いてもらいました。この放送は庭師になって早26年、お客様の大切な庭を守り続ける庭師松沼さんの提供でお送りさせていただいておりますね。横浜銀杯の大ファンですという庭師松沼さんはガーデンエクスプレスのベテラン職人、今日も仕事してますね。特技は、庭園のような広い庭もこじんまりとした小さな庭もどんな庭でも生き生きと蘇らせること、ね、プロの職人として数々の庭を見て手入れをしてきた経験が豊富ですと。担当エリアは神奈川埼玉。ご相談とお見積もりは無料なので、まずはガーデンエクスプレス0120-41-2891 0120-良い庭木までお電話ください。松沼くんね、ね、来てます。うちの紫陽花見てくださいね。真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水港駅舎サバスホールさん。お祭り用品がすべて揃い、オリジナルのハッピーのオーダーもできます。創業明治11年、老舗山形屋用品店さん。困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らがユッキーの勝田メディカルグループと、はい、なんか一言言いますか。グループ、はい、はい、戸塚町じゃねえか。四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃います。老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、横浜銀杯マカロン売ってます。水曜日曜です。大人気の N ボックスやフィット、ステップワゴンなどでおなじみの、ホンダ四輪ディーラー、ホンダカーズ。平戸からちょっと入ったところにね、いろいろありますんでね、新車、ユーカーね、ありますんで、ぜひお立ち寄りください。心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行ってます。我らがニッタバー JT、 一服して、以上の提供で放送させてもらってます。大丈夫。い
失速してと。なんかね、雨降ってこういるとちょっとなんか心がロマンチックになりますね。いいですね。松村さんからメールが来ております。翔、はい、さん、皆さん、こんにち こんにちは。先週メール送って読んでもらえなかった庭島つぬまでした。バカ野郎、ちっちゃいことですね。でんじゃねえぞ。先週いっぱいあったんです、そのメール。すごかったのよ、メールの数が、ね、なんかね、全国区になってるよ ねやっぱね、あの FM 亭ってすごいね。いいですね。うん、ランさんが今心配ですが、ランさんは突っ張り根性が半端ないと思ってますんで、ゼップ東京には元気なお姿を見れることを楽しみにしてます。そしてアメフェスが晴れるフェスになりますように。翔さん、お庭のコキア元気ですかってお庭のコキアね、そうなんです、先祖返りしちゃったからねえ、お庭のアジサイだしですね。うん、皆さん、そうそう、いろんなウェブサイトでちょっと発表があって、皆さん本当いろいろあの心配をおかけしています。うちのね、横浜ギバフォーティスドラムス担当リーダーのランがですね、先週末、ちょっと具合が悪くなりまして、あの いつものね、あれたち、まあ、定期検診行ってるんですよ、はいはい、ランさんね、体かもし良くないんで、まあ、それでもこう全国ツアーやってきて、ちょうど定期検診の前の日に具合が悪くなったけど、あの人また変なとこ突っ張っちゃうから、はいはいはい、大丈夫大丈夫明日とか言って、うん、もう行かないで次の日の定期検診行ったら、あのやっぱ具合がちょっと悪くなってしまって、発表した通りですね、あの腹膜炎なんですよ。で、緊急入院になりまして、まあ、2、3週間は入院でしょうということなんですよ、はい。で、まあ、今は経過をいろいろあれしてるんですけど、こんな時期でね、兄弟の俺でさえ、はい、面会が、ね、できないんですよ。コロナがあるから。そうなんです。だから、はいはいはい、先生の話、まあ、状況がちょっと変わったりだとか、いい方向に行くとか、ね、ちょっとまずいよとか、なんかそういうことに関してもお医者さんの方で、あ、連絡先は全部渡してるんで、はいはい、変わったらそれはまた連絡して打ち合わせしましょうということで、はい、まあ、まだ電話が来ないので、せっせと、着替え持ってったり、一応先生に会えなくてもナースの姉ちゃんに、はいはいはい、ちょっと探るとナースコールバンバンらしいよだから俺の感じでは、はい、あ、ナースコールバンバン言ってんじゃ大丈夫だと思って、今みんなの、ね、合言葉はね、ランさん頑張れ、ナースコールバンバンっていう、ね、そんなことを思ってます。経過が、ね、ありましたらまた、横浜銀杯の方のホームページでも発表しますし、ラジオ、ね、俺やってますんで、ランさんの上司が分かったらまたあれしたいと思います、うん。まあね、ゼップ東京最終なんとか、元気になってほしいんですけどね、まあ、こればっかりはもうランさんも66ですから、はいはいはい。でね、入院する前にどうなのよランさん、ワクチン、ワクチン大魔王とか言ってたら、はいはいはい、川崎はね75歳、いや、老人がたくさんいるんで75歳以上が先なんだって。あ、そうなんですか。そうだからね、まだ来てないらしいよ。あ、うん、以上ランさん情報でした。ランさん頑張れのお便り待ってますんで、皆さん いっぱい来てますよ。あ、そうなんだ。マイバーさん、マイバーさん、大ちゃん、歌さん、翔さん、ユッキーさん、こんにちは。こんにちは。嫌な季節到来ですね、うん、梅雨空だって。ランさん心配ですが、しばし静養し元気に復帰待っています。そうだね、うん、本日翔さんのソロライブチケット予約開始ですね。そうですよ、このあと番組終わったらすぐに12時からですからね、はい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 、うちらのこのラジオが58分だっけ。そうです ね58分だ、2分休憩したらすぐですね、ドーンとね、行ってください。銀友3人分を予約します。予約できたら熟女3人で参戦します。いやいや、熟女好きだからね、大丈夫だよ、うん、会いたくて会いたいキャンペーンの当選色紙がまだ届かないので、仕事から帰宅しポスト開けるたびにがっかりしています。あ、もう俺書いたから全部お前らのアメフェス天気は心配ですが、うん、そうだね、49ないダイナーさんの店長が生きているてるてる坊主が主催だから大丈夫って言ってましたので大丈夫かないくらちゃんね、うん、生きてるてるてる坊主だからね、本当に。あ、俺もそういうなんかあれ、頭つけようかなねえ、リキースト曲ブルームンボーイズ、うんうん、ロッキン、トツカお願いします。 GO! トツカで今日はかけられませんけどね、なんでかっていうと、あのジョニーちゃん特集なんでねまた今度はかけましたね。リスナーの名古屋のトミケンさんは、うんうん、携帯電話のアンテナが設置する仕事で、うん、高い鉄塔の上で仕事しながら頑張っていますので、翔さん頑張れってお願いします。頑張れ、偉いな、安いな俺の応援は。みんながなきゃ困る携帯電話ですから、季節の変わり目ですので体調気をつけて頑張ってください。あれさ、はい、よくあの上で鉄塔の上とかでみんなできるよね。俺ダメ。
俺本当にあの横浜のエアキャビンあれ乗っただけでさビビってんのにさケツの穴ってなんかチチってなっちゃうんだよね。わかるわかる、うん、そっか。はい、マーガレットさんです。皆さんこんにちは、はい、こんにちは。とにもかくにも気がかりなのは、うん、ランさんの状況です、はい、私たちはずっと信じてお帰りをお待ちしていますので、うん、そこは安心して治療に専念していただきたいのですが、うんうん、ただただ今のランさんがどこか痛かったり苦しかったりしなければいいなと祈るばかりです。ありがとう。あのねランさんね、そのなんだろうな、やっぱ変なとこ頑張っちゃう人だから、うん、でみんなほら心配だから、どうランさんとか、はいね、大丈夫ですかって言うじゃないですか、はい、あの人の答えは、ね、いつもしたからもう聞かなくしま聞くのやめました。え、なんなんですか。で大丈夫って言うと大丈夫って言うんです。はい、どんなになんかもう疲れた顔しちゃったりとかくたくたになってるのに聞くと大丈夫って言うんですよ。なんでめんどくさいんですよね。大丈夫じゃねえ人なんかしてくれんのかこらって感じ。多分ランさんってねそういうとこあって、はい、必ずみんなが心配してるんだけどでも大丈夫って言うんです。まあ、もちろんなんだろうランさんっぽいってランさんっぽいんですけどね。ただナースコールバンバンしてるうちは大丈夫だと思うんで。そうですね。またねあの皆さんにお伝えしたいと思いますよ。はい、エリさん、大ちゃん、ウンタさん、ショウさんこんにちは。はい、こんにちは。ランさんが早く良くなりますようにパワーを送らせていただきます。あ、よろしく頼むよ。リクエストゲスト曲横須賀のベイベイ、あ、またこれ今度ですね。もう次かけますよ。もうどんどんランさんがあの元気になれ週間みたいなのねやって ね、 やるですね、うん、よちのりさん、はい、本日あいにくの雨模様ですね、うんうん、先日ファンクラブのお知らせで知りましたがランさん心配ですね、うん、まずは西洋に専念してください、うんうん、早くみんなの前にお顔を見せていただきたいです。ご回復をご依頼記念しております。今日はこれから雨が一時強くなり、うん、そうですが、うん、皆さんお気をつけください、うん、今は仕事中につきアーカイブを楽しみにしています。それでは今週も守ってせめて健康第一、うがい手洗いロックンロールでよろしくお願いします。よっちゃんでした。はい、雨にあのさ、はいはい、余談ですけど、はいはい、実は私ね、あの高校生時に腹膜炎で入院してるんですよ。ほー、だね、その腹膜炎になっちゃった体調の悪さ、痛さっていうのはね、俺も経験してるんで、きっとランさん辛いと思うんですけど、まあ、抗生剤とかでね、多分炎症を抑えるので今治療してると思う、うん、まあ、体にメスを入れる手術はないみたいなので、うん、まあ、その辺だけちょっとね、あの安心はしてるんですけど、はい、何しろね、面会できない、だから本当、コロナで入院してる人はもちろん、あの身内でね、普通に、例えば足骨折しちゃったよとか言ってる人たちも含めて今面会がすごく厳しくなってるじゃないですか、はい、もちろん、まあ、こんな時代だからしょうがないなと思うんですけど、やっぱり辛いですよね。やっぱ顔見てなんか一言励ましてあげたいと思うし、うん、まあまあ、たまたま家族だからあの神さんと、ね、あの俺は大丈夫ですけど、それでも今自重してくださいって言われているね、なんかとても、ね、戦っている、ね、身内をこう応援してあげられないのは辛いなと思いますよね。もう本当にね、うん、着替えだって看護婦さんに渡して中継してもらうだけですもんね。そうなんですよ、うん、まあまあ、そういう思いの人たくさんいると思いますけどね。でもそれもこれもやっぱね、あのこの状況がねまた少し良くなって、ワクチンがね、うん、いろいろと広がってくれることを本当に祈るばかりです。はい、はい、そうですね、はい、タクシーティリュウジさんです。この番組、大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうに投稿始めて1年ちょいの私なのですが、うんうん、まだまだだな、うん、私リュウジはラジオ投稿歴25年と長い期にわたってメッセージ投稿しております。そうだろうね、だから分かる、文章とか字とか送ってくる、その、ね、絵から始まってリュウジはすごいなと思うよね、はい、うん、無論メッセージが読まれなかった時も多々あるし、ネタに困って何を書いていいか分からなくなったりしたことも何回もあります、うん、そんな時には文章の中にトラップを仕掛けて、うん、同じリスナーさんたちと結託してネタを作りを楽しんでおりますが、あ、なるほどね。それも受ける時と受けない時と差が激しい、うんうんうん、受けた時にはドッカーンと場が盛り上がるのですが、滑った時の企画トラップは目も当てられないくらいシーンとなってしまうので、うんうん、結構危険な賭けになってるんですけど、仕掛けてくれよ、仕掛けてくれよ、もっと。というわけで現在の私は投稿メッセージに対して、うん、すごいスランプに陥っております。こんな私が元気になるように、うん、翔さんから広く愛してるよチューって心を込めて言ってください。ちなみに本人のにはちゃんと承諾を取っていますが、主犯は私ですのでよろしく。まださ、そう、あれだろう、俺にチューだとかさ、頑張れだとかさ言わせることを企んでんじゃないのこれ。ちょっとこれ滑り気味ですね、ね、うん、そう、トラップかけようとしやがって、ね、え、何チュー。
キュンでちゅうみたいな感じそれから私の神様ランさんが早く元気になりますように、ランさんの生涯現役よりゲストしたいんですが、こちらもよろしく。オッケー、かけるよ。ちょっとランさん、ランちゃんだって。ランさん特集。ランさんお誕生日なんですか。ランさん良い子の日ですよ。4月の15日もう過ぎちゃったんですね。4月やったじゃないですか、ランさん特集で。そうかそうか、しましたね。だけどまたね、ちょっとみんなに忘れられちゃ困るってことで、多分いたずらで入院してるだけだと思いますけど、はい、来週あたりちょっとね、ランさんの曲ねまたかけたりしましょうかね。元気になりね。やっぱり気分上がった方が免疫力上がっていいも確かですよね。聞いてねえと思うんだよね。そっか、ランさん FM で聞いてんのかな。この前聞いてらっしゃいましたよね。聞いてます、聞いてる時あるんですよ、ね、そうそうそう。ただどうなんだろうな、ちょっとそれも聞かなきゃいけないし、忙しいですね。はい、忙しいですね。でも病人に下手に LINE だのメールしないでください。そうそうそう、寝かしてあげてください。電話したらね、電話したの、電話は取れるの、はい、でなんかね、ちょっとね元気なかったかな、その時は。寝てた後とか、ね、分かんないから ね、はい、やっぱね、顔を見ないと分かんないんで、まあ、LINE 最近多いんだよ。俺の同級生もこの間、なんか脳梗塞みたいなでちょっと軽いやつで倒れちゃって入院してて、そんでメールつながるとかメールしたら、まあまあ元気で普通に帰ってきたから、はい、かみさんの顔でも見に行ってやってくれよ、生涯行くと元気になるからみたいな。お前自分のこと心配しろみたいなそうですね、まあ、たくましい人いっぱいいますけど、でもねやっぱね本当にお大事にしてほしいです今だんだん、うん、やっぱね60超えるとねいろいろ出るでしょうね、うん、マジで、はい、心理学さん、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。翔さん、皆様見ましたか、うん、YouTube で 松村邦弘さんの、うんうん、松村邦弘のためにならないチャンネルで、うんうん、横浜銀杯愛を熱く熱く語ったり歌ったりしてますよ。そう、あいつはね本当銀杯好きなんですよ。ところどころ歌詞を間違っても面白かったんですが、うん、ものすごく横浜銀杯愛してるんだなと感じる YouTube です。そう、巨人とね銀杯が好きなの、うん、あいつ、うん、松村邦弘さんに言ってみたい横浜銀杯のラン起こしてくださいはい、ね、うまいね、まっちゃんね、モノマネもうまいしね。ラジオたまに遊び行くんだけど、はい、ほんと元祖モノマネうまいよね。お松沼は、うんうん、あ松村 ね、 あのスポンサーと間違えちゃったみんなが電話しないがいけないかな、ね、そうそう、うん、名古屋の富健、改め名古屋のエロケンさん、エロケン大ちゃん、宇多さん、翔くん最高、並びにスタッフの皆様お疲れ様から、こんばんは、うんうん、こんばんは、こんにちは。5月30日のアメフェスチケット、うん、ヨンナインダイナー様より購入しました。うん、ヨンナインダイナーマスターね、トップインだよね。ほう、いくらさん、サイン入りチケットとサイン入りポスターまでいただきました。おお、いいね。当日嫁のトミコ、友人夫婦の4人で参戦します、うん、そうだね、天気みんなでね雨越えの踊りしてもらってね、雨越えじゃねえや、雨が上がる雨上がる踊りしてもらって、うん、横浜銀杯フォーティス行きますんでね、はい、この今回の富士のいくらちゃんアメフェスは、いくらちゃん横山県そして横浜銀杯っていうね、とってもステージ上にぎやかな感じの素敵なライブを開催になると思いますんでね、皆さん楽しみね。あとアメ車好き、バイク好き、ハーレー、Z ね、いろいろパレードもあるみたいなので、5月30日みんなで富士の方に集合してもらえたら嬉しいと思います。これちゃんと時間計ってないとずっとステージの上時間押すんでしょうね。気をつけないと。いやいや大丈夫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 、うん、あとね、いろんなアメ車も集まってくると思うしね。最近ね、みんな元気ないからね、ここでね、みんなで遊びに来てもらってですね、元気になってもらいたいな。そうですね、うんうん、ランさんの件はフォーティーズのメンバーの皆さんが心配で心配に決まってます、うんうん、俺たち銀ともランさんの復活を信じて待ってます、うんうん、体調が万全になるまで翔くんがランさんを見張っててください。オーケー。特に飲み屋に行かないように。大丈夫それはリクエスト曲を前に会いたい。おお、やっぱランさんのリクエスト多いな、さすがだね。やっぱしね、うちのリーダー、うん、ね、まあそうですか。でもそう、これで本当にね、うん、今こんだけランさん体調悪いけど、翔、うん、さんのファン、うん、皆さんいいお年です。そうだね、うん、っていうところで、うん、先週来てたハガキなんで手紙なんですけど、はい、ちょっとこれ読ませさせていただきます、はい、鹿児島の由美子さん。由美子さん、ありがとう。かつお節のこの削ったのを早速つけたかったですね。今回のお便りは、うん、機会があれば読んでいただく形で構いません、うんうん、いやもうこれいいお手紙だから読ませさせてもらいます、はい、おそらくリスナーの方は同年代の方が多いと思いますので、うんうん、ペンを取りました、はい。実は私は右目しか見えません、うん、左目は緑内障という病気のため15年前に失明しました。あら、
そうね、うん、緑内障は40代以上の日本人だと20人に1人の割合で発症すると言われています、うんうん、そうですね、うん、私の場合若かったので進行が早く1年も経たないうちに完全に見えなくなってしまいました。なるほど。でも失明しても障害者の扱いになりません、うん、自治体によるかもしれませんが私の住んでいるところでは、うん、左目が失明しても右目が見えるから普通の生活できるでしょっていうことで、まあ、健常者って同等の扱いです。まあそうなんだ。もちろん障害年金とかも受給されません、うん、車の免許も健常者と同じ条件です、うんうん、片目になっても15年間ほぼ毎日車の運転はしています。うんうんうん、これくらいの年齢になると老眼で見えづらいとか多少なりとも目の不調を訴える人も多いと思います、うんうん、緑内障は痛みもないので自覚症状はなく、うん、自分では気づきにくいのです、うんうん、もしかかってしまったら失われた視力は二度と戻りません、うんうん、まだ明確な治療法もないのでそのまま放置すると確実に失明します、うんうん、私もショックだったけど強くなりました。今までいろんな人に迷惑をかけてきて心配かけて支えられてここまで来られたのだい、うん、50を超えた今後は今までお世話になった人たちに自分なりの恩返しをして感謝の気持ちを伝えていこうと思っております。いろいろ悔しい思いもしたけどそういうことに気づいただけでもよかったのかもしれません。これは私の人生なんだと素直に受け入れてこれからも前向きに強く生きていこうと思っております。まだまだやりたいこともいっぱいあるし、うん、最後に今はこういう状況ですのでなかなか病院に行けない時期ですがコロナが収まったら中高年の方にはぜひ一度眼科に行って眼圧検査をしていただきたいです。50代60代になって失明してその後の人生をずっと固めて生きていくのはすっごく大変だと思います、うん、緑内障で失明してしまう人が一人でもいなくなることを心から祈っております。そうだね、糖尿病とかのある人がまたね、緑内障確かそうだよね、なりやすくなったりとかするですよね。だからみんなねある程度行ったらば、まあちょこちょこ行かないんだけどね、だんだん行かなくなっちゃうんだけど、まあ、歯医者名医者、うん、軽く思ってるかもしれないけどやっぱ歯も大切だし目も当然大切なわけで、ただ緑内障でそうか失明まで行く人多いんだね。そんなにいると思わなかった。20人に1人ですよ、ね、だから本当にね、うん、大丈夫大丈夫じゃなくてやっぱりちゃんと静養して、うん、ちゃんと治療して意識しましょうって感じ、ね、見えづらくなるらしいんだけどね、うん、でもそれもほら年取ってくるとさたまにこうね見えづらくなってきても疲れ目かとかね、疲れ目かとか思っちゃうのをできるだけチェックしていくっていうのも大切かもしれないな、ね、そうか身体障害者ってかそれ何もないのか。あでも大変だなそれは。まあ、とにかく健康第一ですからね、うん、本当にね。そうだね、うん、それだけはちゃんとやってもらわないと銀杯のライブに行けないしね。毎日サングラスかけてるから分かんないんだよね。老眼になったのも気づかなかったらね。色眼鏡かけてって言われましたよね昔。そうそうそうリュッキー、はい、お待たせしちゃったけどあれどうなの、リュッキーのとこで、はい、腹膜炎とか緑内障とか治んないのメディカルグループで。ちょっと内臓疾患はね、うんうん、真面目に答えないで。術後とかのこうリハビリ的なものだったりするかもしれないですけど ね。でもやっぱ血の循環良くなった方が健康は確かだよね、うん、そういうのはねあります。だからちょっとこう根本的にというよりも遠隔的に改善をさせていくみたいなところはあるかもしれないです ね、うん、だって結局自分の力の治癒効果で体は治していくんだもんね。そうなんですよ。だから結構自然治癒力を高めるっていう意味では、うん、当院をご利用いただいても全然問題はないかと思われるんですけれども、ですね、うんうん、そうそう、この間会議で決定いたしましてですね、お得な情報が一つございます。何でしょう。FM トツカのユッキーのラジオ聞いたよとうちのグループ全店舗で言っていただきますとですね、ボディケアとフットケア長い方のマッサージとかですね、の、自由診療を500円引きにしましょうと。すげーすげえ。アイコンがもう一回言って。FM トツカのユッキーのラジオ聞いたよっていうふうに受付で、言っていただけると、あんたのラジオじゃねえ。いいじゃんそれ合言葉なんだからね。合言葉を言っていただくと、ね、FM トツカのユッキーのラジオ聞いたよっていうとね。そうです。そうすると500円引きで対応させていただきましょうというのが決まりましたので、よちのりなんか喜んでるよね、はい、
だって うちのお客さん意外と言ってる方いるけど、そう言わないんですよみんな。やっぱ出れちゃって、そうなんですね、っていうお話だったので、あのぜひねっていうのもありまして、うん、でも仲間ってそうなのよ、そうかといって、じゃあそれを割引使うかっていうとね、なかなか使えないですね。でも一番いいのはそう言ってもらって500円多く払うっていうのがね、あ、いいですね、うん、あ、いいですね、ね、みんなウィンウィンみたいなね、うん、そうなんですよね、はい、さあ今週はユッキー、はい、うん、どこ行ってきたの？ですね、今日はですね、うん、戸塚駅の西口にあるさくらさんの、うん、1階にある、春風茶園さんを、皆様にお知らせしようかなと。知ってる、はい、ご紹介しようかと思ってます。あそこさ、はい、あのサクラスの1階ってどこなんだって話にならない？あ、仲介の階でね、あのそう、はい、あのバス停だとこから普通に入るとわ、ね、かる、ね、下と上に行くじゃん。どっちもあのフェムトツカのブースがあるところも、はい、ね、あれ、はい、まあまあでもトツカの人のラジオだからいいんだけど、1階だよね。そうなんですよね、ちょっと不思議な構造になってるんですよ ね、 あれ ね、 ね、後ろのね、あの裏戸塚の方の商店街から入ると1階なんだけど、ちょうど坂道にあるから、あの、ね、バスセンターとかから行くと、だから下がらないで1個上がる方ね。そうです ね、 ね、はい、ちょこっと上がった、スーパーマーケットがある階ですね。そうな、あそこは本当いい匂いすんだよね。そうなんですよ、ふらふら入っちゃう、ね、うん、お茶屋さんかと思いきやですね、思いきや、うん、思いきや、うん、そこでですね、抹茶のソフトクリームとかいろいろなものがね、お召し上がりになれるという。そっちなのね。女の子だな。お、日本茶よりもスイーツ、はい、うんうん、スイーツ、うん、濃厚抹茶ソフトとかね、あんみつパフェとかもあるんですけれど。あ、それは知らなかった。濃厚抹茶ソフトをちょっとね、食べてみたんですけれど、うん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 、私あんまりお抹茶とか お茶はすごい好きなんですけど、うんうん、抹茶の加工品があんまり得意じゃないんですよ。ほうほうほう、アイスとかちょっとほら粉っぽいみたいなのがあって、あんまりなんかちょっと得意じゃなかったんですけど、うんうん、こちらのね、春風茶園さん の、 抹茶ソフト、とってもクリーミーで、すごい爽やかで、で緑茶のしっかりした味と香りもあって、全然ちょっと苦手な私も美味しくいただけました。あ、そう、はい、ユッキー、はい、ごめん、これ俺さ今スタジオの方 に、はい、お茶のこのなんかのがあったから、ユッキー置いてってくれたんだと思って、ええ、あ、お茶もらって嬉しいなと思ったら、これ中クッキーじゃねえかよ。これがですね、うん、しとさん聞いてくださいよ。分かった分かった、ごめんごめん、先言いました。これお茶かと思って、わあ新茶だよと思ったら、これクッキーじゃねえか。ユッキーとクッキーどっちだかよく分かる。そっか、ですね、うん、茶茶クッキーと言いましてですね、お、美味しいもの戸塚ブランドに認定されてる茶茶なんですよ。茶茶っつったらお前横浜茶茶だろ。違います、フリ茶茶だよ。違います、俺踊れるぜまだ。そう、この茶茶クッキーとか、いろいろね、チョコとか、うん、バームクーヘンとかもいろいろね、お菓子も揃ってるので。え、これお茶屋さんで売ってるの？売ってます。だからちょっとしたなんていうんですか、お待たせとかプレゼントにもいいかなと思います。うんうん、でもちろんお茶もね、もちろん美味しいんです。今年の新茶は特に暖かかったこともあって、すごい爽やかな出来だよなんていう感じで、試飲させていただいたんですけど、まあ、うん、美味しいです。あ、そうそうだよね、俺ね、たまにね、フラッと行って寄っちゃったの、ちっちゃいやつにちょっと飲ませてもらったりとかするんだけど、はいはいはい、買わないと帰れないじゃんかさ。ね、そうですね、あの香りでさ、楽しませてもらって、ちょっと飲ませてもらって、買わないわけにいかないじゃないか。確かに、それはありますね。でもね、すごい、お値段もね、お手頃なんですけど、そうなのよ、まあ、一番人気がひとときっていう、掛川菊川さんのやぶきた茶なんですけれど、うん、これのね、新茶がね、なんて言うんですか、すごい香りも旨味もすごいまろやかで、うん、変なこう苦味とかえぐみとかそういうものが全くなくて、すごいさらっと入ってくる、そんなお茶でしたよ。そうか、はい、であそこは店内でちゃんと飲ませてくれんだよね。そう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 、そうなんです、説明してくれてね。で、一番やっぱりね、先ほどから翔さんがおっしゃってる、うん、いい匂いがするよっていうのは、うん、店頭で、ほうじ茶を煎ってるんですよね。そうなの、あの香りがいい、あれがね、ヒューって入っちゃうんだよね、お店にね。そうなんですよね、よくできてるなと思って。うなぎ屋商法、ほうじ茶の香りってなんとも、ね、言えないですよね、うん、なんか、いいよね、うん、
柔らかい感じのね。あそこの店長、はい、後藤さん、うん、もう本当にだから熱心だもんね、お茶に対してもね。やっぱ大ちゃんかお知り合いですね。だってあの、うん、日本茶インストラクターがいる店っていう風に書いてありましたよ。おお、日本茶インストラクター、はい、すごいね。はい、多分お茶のこととかも本当にいろいろ入れ方とかも教えていただけるんだと思います。なんか他にもね、まあ、今ほらちょっとコロナもあって、うんうん、あのお茶ちょっと見直されてるじゃないですか。そうだね、うん、ね、でもやっぱりちょっとカフェインがとかいう方もいらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、あの 水出しの煎茶っていうのもあって、うんうん、こちらはあのカテキンとかね、そういったあの旨味成分というか、なんていうんですか、あのいい成分はそのままで、いい、ね、うん、あのカフェインはない。カノキンっていうのもいるけどね、うん、うん、あ、何でもタマキンっていうのも、ほらほら犬の番組で、うん、はい、ほらほら、はい、うん、カテキン、まあ、そんなね、カフェインレスの、うんうん、あのお茶なんかもご用意されていて、あのちょっと覗いてみると面白いと思います。そうだね、はい、日本茶ちょっとまた、でも俺コーヒー派なんだよね、大ちゃん。そうですね、いいことですね、うん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 、でもそう、日本茶は今のコロナの話でも、うんうん、あのコロナを100分の1ぐらいに減らすっていうのが今研究で発表されてますよ。明日から日本茶飲もう、ちょっと、うん、これ対策でクッキーじゃダメだよね、これね、ユッキーのクッキーじゃ他にもね、なんか煎茶とかほうじ茶もそのままそこで飲むこともできますし、うんうん、抹茶オーレとかほうじ茶オーレっていうのもあって、すごい気になってるんですけれども、そういったあのデザートスイーツ系とかいうんですか、ドリンク系も充実している、うんうん、春宝茶屋さん、春宝茶園さんですね。春宝茶園さんね、春宝茶園さん、はい、電話番号は 045-864-6666、うん、045-864-6666、年中無休で10時から9時なんですけど、ちょっと今ね、こういう状態なのでお店の方にお問い合わせいただければいいかなと思います。はい、サクラスの1階にある春宝茶園さんを今日はご紹介いたしました。ユッキーでも大体家でお茶飲むの？飲みますね。朝はコーヒーで、夜はどっちかというとお茶とかですかね。こんな俺でもね、毎晩飯食った後お茶、日本茶飲む、うんうん、なんかやっぱりお茶飲むと日本人でよかったなって思います。ちょ、あんま思わないけど、コーヒーでも思うんだけど、よくわかんない、うん、あ、そうなんだっけ、はい、日本茶の何、マスター、え、なんだっけ、インストラクターじゃなくて、インストラクター、はいはい、あー、お茶のインストラクター、はいはい、で大ちゃんはコーヒーのインストラクターないです ね、うん、ね、でユッキーは何、私は足裏、うん、足裏のインストラクター。翔さんは、はい、恋のインストラクター。はい、もうやめてくれでも、さて、そんな中いいですか、ユッキー。はい、栃木の恵子さんからお便りいただきました。はい、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。おかげさまで日々元気に、働くことができて感謝しております。突然の荷物でお手間かけてしまって本当にすみません。本当だよ、でっかいの届いてましたよ。ダンボール来ましたね。何かと思いきや宅急便の受け取りは可能だったのでしょうか、うん、受け取りまして、うちのスタッフがスタジオにも行きたいんですが、今はなかなかねって。そうなんですね、あのスタジオ今でサテライトですけど来れなくなってますんで、え、うん、で、あ、名古屋のプリンです。名古屋の名古屋かプリン、お、届きましたよ。大ちゃんの分もゆっきーの分も歌さんの分も届きましたんで、後で取りに来てくださいね。ありがとうございます。常温で日持ちするので、大ちゃん、歌さん、ゆっきーさんにお渡ししてください。よろしくお願いします。翔さん、今日は、ライブ情報聞けるかな。横浜銀杯ショーマニアックナイト開催されるといいですね。いろんなソングがいっぱい聞きたいです。思うようにことが進まない、毎日ですが、前を向いてゆっくり行きましょう。私も自分に負けないように頑張ります。ではまた笑顔でお会いしましょうというお便りとともに、なんと大ちゃん、はい、見て、あの地上に舞い降りた名古屋の社長子を、はい、彼女は行ってくれて、お、ね、でこの置物、はい、から名古屋このなんだろう、金つば、はい、そして写真も撮ってきてくれて、嬉しいな。ほら、うわ、すごい。メス金、これなん、この金のさ、鱗1枚ちょっとギッてこれなかったのができないからね。写真とかですね、たくさん送ってみる。で、なおかつユッキー、はい、彼女から、はい、グリーンティー、金シャチグリーンティーっていうのが来たんで、お、これ、ユッキーにあげるよ。 ありがとうございます。あとで取りに来てね、赤いのとね、青いのがあるけど、どっちがいい、すごい楽しみ。なんかありがとうございます。両方くれよって言うんだよ両方くれよって
というのをいただきました。恵子ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。そして、時間がなくなっちゃうと困るんでちょっと、皆さんにやりしますけど、大ちゃんこの後ですね、はい、12時から、はい、横浜銀杯ショーの、ソロライブショーマニアックナイト横浜7月の16日金曜日、赤レンガ倉庫のところにありますモーションブルー横浜で開催します。ちょっとおしゃれなところですね、うん、18時会場の19時開演です。全席指定で6000円からなんですけど、あとアリーナそれからサイド、ボックスといろいろ分かれてまして7000円のところもありまして8000円のところもあります。場所は選べないと思いますが、どこがいいというその、座席 のゾーンの指定はできますけど、どこそこというのは選べないみたいなんで、まあ今日のですね、お昼からインターネット先行予約が開始されます。詳しくはモーションブルー横浜のホームページをご覧になっていただいてチケットの購入の仕方を見てください。まあ、普通にですね、motionblue.co.jp です。そして来週5月26日は12時からインターネットが、ちょっと苦手な人のために電話予約も開始しておりますので、まあ、でも、早めに席取るならちょっと、枚数限りがありますので、ね、早めに、予約してみてください。そして、5月の30日はアメフェスの方に横浜銀杯40として参加します。富士スピードウェイ、ちょっと天気が心配ですが、みんな集合してもらいたいと思います。そして、今度の日曜日、5月の23日、はい、うち我が、地元のブラザー川戸正和がデビュー35周年記念ということでね、無観客配信生ライブをやるそうです。スタンダードナンバー、ゲストで私出演します。ちょっと歌いますんでね、皆さんぜひですねチケット購入してパソコンの前でスマホの前で、時代変わりましたよね。いやいや、まあ、一応カートもね普通に友人でやりたかったみたいなんですけど、こんなご時世なんかがあったら困るということで、ずいぶん前から、ベーシスというところでね、無観客の配信ライブをするということで頑張って練習してきたみたいです。ぜひね35年5周年分のカワト君のロックンロールを見ていただいたら嬉しいなと思います。配信開始は15時45分、ライブは16時からになります。チケット3000円、購入ページは URL、 購入ページ URL は番組の Facebook の方で、掲載してますんでぜひ見てください。よろしくお願いします。以上かな俺の方は。ほうほう、さあということでユッキー、はい、なんかその後他には何かありますか。他にはないです、ね、ないですか、ないですか。あ、松沼さんから、翔さん、はい、アジサイせっかく花芽があるので咲かせてあげてください、うんうんうん、花が終わり次第自分ががっつり剪定しに行くので絶対にいじらないでください。庭島松沼さん、ちょっと待って何、花芽がついているので咲かせてあげて、あ、そう、もうねついちゃってんのよ。どうもう葉っぱだけじゃなくて、あ、それ咲かせるまで、あ、そんで花が咲いて終わりに取るんだ。そう、あれはちゃんと切るところがあるから下手にやっちゃうと翌年咲かないんですよ。いや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 、そんなことない。だって俺毎年自分でちゃんちゃんとやってたの。ところが今回は早いのよ。まあ本当に、ね、アジサイがね、うん、ですっごいでかくなってるわけ。はい、こりゃそうなんだ。さすがやっぱプロは違うな。もうファンの方もリスナーもすごいな。栃木のゆみさん、さ、何、はいはい、アジサイって毎年やっぱり同じ色なんですか。あのね違う気がするんだけど、はい、多分ね株のあれで色が変わったりとかするのね。おお、だからそれもちょっとわからないんだけど、大体があのあと、あ、それからね、あとね、俺お向かいさんのとこにもアジサイがあって、うちの庭にもあって何度も見てるからちょっと、はい、いろんな色があるように気がしたのかもしれないね。あ、でもアジサイの色ってすごいこう、なんていうんですか、淡いんですけど、ね、複雑な色で素敵な色ですよね。そうそう、あのね、ま、白赤が混ざってるやつと紫一色とか、うんうん、いろいろありますけど、うん、ね、濃いのとかもありますしね。そう、濃いの薄いのみたいな、ね、この時期ならではの植物ですよね、やっぱりね。そうなのよ、アジサイで。なんだっけ、大ちゃん。はい、栃木のえみさんです、うんうん、恋のインストラクター様、あ、なんだい、俺のこと。恋愛ベタの私に個人レッスンしていただきたいです。早いな、早いな。コロナが収まったら必ずスタジオ入観覧させていただきます。よろしくお願いします。本当にこのリスナーたちは早いよな。いやいや、今新曲作ろうかなと思って、恋のリスナー、リスナーじゃねえや。恋のコンダクターじゃなくて、なんだっけ、インストラクター。
恋のインストラクター、いいよね、このタイトルね。曲言っちゃった方がいいんじゃないか、やっべ、ジョニーの曲かけたら、そうだ、ね、ということで、今月は5月生まれのジョニーちゃん特集ということで、ジョニーの質問来ないで、ランさんの応援メッセージばっかりになってしまいましたが、1980年代のね、ジョニーのソロのナンバーで、ちょっとお気に入りがあるんで、皆さんにお届けしたいと思います。この頃ですね、ジョニーは松本隆さんっていうね、作詞家の先生と一緒にこう、カップリングして、ジョニーが曲を書いて、松本隆さんが、歌詞をつけてくれるっていうね、の中で、こんな雨の日にぴったりの曲をお届けしたいと思います。泣きそうなピアノみたいな雨さっていう、歌詞が俺は大好きです。さすが松本隆。聞いてください。ジョニーのナンバーで、ジュリエットの幻。ジョニーのナンバーで、ジュリエットの幻聞いてもらいました。いいですね。ねえ、ジュリエー踊ろうよ。あ、また俺歌っちゃった。やばいね。ね、泣きそうなピアノみたいな雨って、こういう表現がね、1980年代、とてもいい音楽がたくさんあったと思います。ジョニーの曲をお届けしました。アジサイを調べてくれた人がいます。アントシアニンと呼ばれる色素が含まれており、ユキ、はい、うん、アジサイね、この、色素がアジサイを発色させているので、土の中にアルミニウムが多く含まれていると、アルミニウムとアントシアニンが結合してアジサイは青になるんだって。逆にアルミニウムの量が少ないと薄紅とかピンクになるということらしいですよ。マイバーさんから来てます。土が酸性かアルカリ性かで色が変色するみたいですよ。あ、さ、みんなよく知ってんな、これ。あ、これの、勉強になるね。土によってなんですね。株じゃないんだ。土なんだね。だから土の感じが変わってきたら、花の色も変わるところだよね。そうですね。さあ、ということで、勉強になったらちょっとね、スポンサーの勉強もしてもらいましょう。はい、心からくつろげるひととき、本当に美味しいと思えるひととき、心を豊かにする活動を行う JT さん、大人気の NBOX やフィット、ステップワゴンなどでおなじみの、正規ホンダ四輪ディーラー、ホンダカーズさん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃います。新作果物専門店ティーベリー豊田さん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師松沼さん、困った時に来ていただければすぐ治療ができるということがコンセプトです。横浜市内に5店舗の接骨院、整骨院を展開している勝田メディカルグループさん、お祭り用品がすべて揃い、オリジナルのハッピーのオーダーもできます。山形用品店さん、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける清水公益社サバスホールさん、以上の提供でお届けさせてもらいました。はい、どうもありがとうございます。ゆき、はい、言い忘れたことない？はい、はいはいはい、あと1分20秒しかないよ。あ、ない、今日ちっちゃいカタツムリを見つけました。おお、いいねー。梅雨だなーって思います。ね、もう梅雨もだから早めに始まるんですもんね。で、早めに終わるとは言ってますけどね。予報で早くね、終わってくれればいいです。夏があんまり暑くないことを祈ってるんですけど、ダメかな。なんで、暑い夏の方がいいでしょう。俺はとっとと夏になってほしいですね。もう汗っかきだから嫌なんです。みんなが薄着になって。ボヨンギヨンギヨーン。お昼の放送でございました。さあ12時からですね、私のマニアックナイト横浜のチケットの予約始まります。ちょっとね、初めての体験だからちょっと楽しいライブにしようかと思ってですよ。いや、もうとにかく今行った方がいい。もうすぐです。何があるか分かんない。いや、すぐやる、ね、もうすぐやる。もう金は後で稼げ。本当にそうじゃないとみんな後悔しますよ。ね、後悔先に立たずですからね。本当皆さん、たくさんのいつもメール、お便りありがとうございます。ありがとうございます、ね、またこれからもね、頑張って大ちゃんと、ね、早くユッキーがね、このスタジオ入れるように、ね、もう早く帰りたい、ね、みんな大笑いして免疫力上げて、いっぱい栄養を取って、いっぱい睡眠取ってください、うん、それが一番日本を救う。何食おうかな今日ね。というところで、また大ちゃん、歌さんの人生楽しみますから、また来週まで、バイビー、なんか違った、バイバイ。